始まりました。一体感 YFC。 まっちゃん、よいしょー、上がりすぎ上がりすぎ咳込んじゃった。いや、久しぶりのサッカー場に来ました。興奮してって呼吸がちょっと荒れちゃいました。久しぶりやね。本当に久しぶりです。このグラウンドも。そうなんです。この緑が懐かしい。懐かしい、はい、前回どこでしたっけ。砂浜でした。そうだったね、はい、もう全然緑が映えるね。うん、素晴らしいわ。テンション上がります。テンション上がってきた、はい、おう。さあ、そんな久々のゲストお呼びしましょうか。人も来てくれるのか。はい、はい、それではお願いします。お願いします。どうぞ。わー、イエーイ。お願いします。はい、藤枝真由志29番佐古真彩です。お願いします。やった、来てくれた。お願いします。大型新人大型巨人大型新人大型新人。だって私が手伸ばして同じくらい。身長はどれくらいあるんですか。身長が193センチある。193、はい、すごい。でしかも若いんですよね。そうですね、18歳で、もうすぐ19歳です。うわ、将来に期待しかない。そうですね。そしてこのイケメン顔。お母さんも身長高いんでしたっけ。お母さんがちょっと大きくて168ぐらいです。あ、私より大きい。あなた何センチ。166.5 が実寸です。で、好評は167です。若干サバイバル若干ね、はい、仕方がないです。はい、素晴らしい。じゃあ、ニックネーム。そうですね、ニックネームは、はい、マーヤで。マーヤで、はい、マーヤで。じゃあ、マーヤくんで。マーヤくん、はい、マーヤって呼ぶのはちょっとね、なんか、おい、マーヤって言ったら、いや、30が18、9に対してマーヤ、なんか違うんですよ。なんかちゃんと違う、偉そう。マーヤくんって、はい。30なの、もう30です。30を迎えたんでしたっけ。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。30に見える。見えないです。何歳見えるの。言われなくて。24です。24、いい線いってます。24です。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も頑張ります。お気遣いいただいてありがとうございます。さあ、やっていきましょうか。はい、はい、お願いします。お願いします。一体感。はい、じゃあ今日はですね、マーヤ君に何を教えてもらうのかと言いますと、今日は何を教えてくれますか。僕は、ロングキックが得意なので、それを挑戦してもらいたいと思います。おー、ロングキック。岩ちゃん、わかる。ロング、うん、とにかく遠くに飛ばす。遠くにキック、はい、マーヤ君はディフェンス。はい、ディフェンスです。なるほど。試合でのイメージというと。試合でのイメージは、前線の選手が動いたところに、スペースに落としたりのか、その選手にピンポイントできるのか。なるほど。使い分けで。おー、なるほど。だから飛距離も大事だし、はい、そこにピンポイントで合わせることも必要だ。そうですね。なるほど。OK、じゃあ早速やってみましょうか。はい、はい、じゃあまず一つ目、ウォーミングアップですよ。ロングキックはどこで当てるんでしたっけ。ロングキックのポイント、インステップって言って、足の甲の部分ですね、一番広い部分。なるほど、はい、そこにしっかり当てると。当たると飛ぶんで。あ、そこ。じゃあそれのウォーミングアップとして、まず自分で手で持って相手にキックして、インステップでキックして返しましょうか。はい、あこんな感じです。左利き。あ、僕左利き。そうなん。そうそう、左利きで、左利き、この身長でディフェンスでイケメンって相当大型新人一応イケメンも込み、はいはいはい、すごいね。あ、ごめんなさい、どうぞ。この時のなんかポイントってある。ポイントは、その軸足をその出したいところに向けて、その当てる場所を、そのしっかり足の甲の一番強く当たる部分に当てて、足をそっちの方向に振り抜くです、ね。おお、なるほど。そんな感じです。OK、じゃあ。やっぱ安定してますね。こんな感じです、岩ちゃん。どうですか。はい、はい、あれですよね。砂浜の特訓でもやりましたよね。うん。あ、あれ中だった。こっちだった。あ、そうそうそう。それがここだ。ここ、そっちになります。はい。こっちは何だった？名前。
インフロント的な。インフロントはちゃうな。ちょっと惜しいですね。ちょっと違うな。応用みたいになってます。え？イン？サイド。ああそうそうそう。おお、そうか、フロントじゃ真ん中さ。インサイドキック。はい、わかりました。インステップだからここでやってみましょうか。うん、はい。お願いします。じゃあ僕が受けたらいいかな。はい。じゃあどうぞ。はい。行きます。うん、ここ、ここ。こう。おお。どう？マヤ君。いや、思ったより。思ったより？はい。左。はい。左。チャレンジャー。左。おえ？左。左の左うまかった。うまかった。お。右。右。こう。おお。おお、もう一回。左。どう？今のこれ見てて、はい、なんかあるところ、なんかある？いや、まっすぐ飛んでるんで、うん、すげえって思うんですけど、うん、あるとしたら、うん、そのキックの時に。この膝のこう全部足全部使いたいんで、あここからとここからのあれも使いたいんで、あそうか、ここからしかやってないから、なるほど、しっかりと足を振って、はい、ももの付け根から膝も付け根も全部使ってやると、はい、はい、じゃあそれでしっかり動かしていきます、はい、やります、ほうほうなるほどもう当たったとこが違いましたもん、はい、今それプラス当たるとこ意識して、はい、難しいぞ意外と。急にポンコツになった。行きます。ああ、当たってる場所いいんで。当たってる場所いい。はい、あとなんだろう。タイミング？タイミングですね。